さあ始まりますスピチューブ。今回はぼっち旅。今回の舞台はこんな感じで昔のね街並みが残る中なんですけど、見覚えありますか？そうです、岡山足盛。豊臣秀吉ですかねの、まあ、奥さんですかね、ねねのその実兄がこの足盛を治めたということですね。そうなんですよね、この足盛いろんな歴史がね詰まっております。今回もいろいろ探索していきます。皆さんお楽しみに。お皆さんですよね、飾ってました。岡山市内から30分ぐらいの以内の距離にある足盛っていうね場所に行こうかなと思います。こちらね結構ね1600年ぐらいかな、なんか歴史があるんですよね。まあ、ちょっとその町に行こうかなと思うんですけど、なんだろうな、なんか何かしらあるんじゃないかということで今回行こうかなと思いますね。まあ一般的に足盛って言ったらホタルとか桜とかひなめぐり、今年はひなめぐりねやってないんですけど、ちょっとね行ってみようかなと思います。休みの日っていうのはいつですかね、なんか休みはね水曜日なんです。水曜日と雨の日。雨の日もう長いんですか？35年ぐらいです。あもうねこの車内の中からすごいたい焼きのねいい香りがするんですよね。これまた見てください。今回は見えるかな、チョコとつぶあん、つぶあん、じゃあいただきます。うん、あ、サクサク。うん、またこの中のね生地がまたこれがもっちりでね、わかりますかね。というわけで行ってきます。なんかサイクリングする人多いんでちょい寄りでね、はい。というわけでですね、今回向かう足盛なんですけれども、岡山市中心部から北西に約10キロということなんですよね。まあ比較的岡山市内から行きやすい場所でもあるんですけどね、やはりこの昔ながらの歴史がいろいろあるということなのと、今回はまあお伝えはしないんですけども、あの足盛メロンがね今結構話題になっているということで、非常になんか楽しみな場所でもありますね。なんかね、いいですね、年季が入った。こう入っていこうかなと思います。こちらです。で止める場所は、はい。というわけで足盛に到着しました。岡山空港がめちゃめちゃ近いってことで、まあ上ね飛行機が通ってましたけど、その飛行機が通る下にこうやってね足盛川があります。こちら夏になるとホタルが見えたりで、この前にね
桜並木があるんですけど、まあ、こちらね春になったら桜が見えるというスポットになってます。それではね早速この足盛りの町を歩いてみたいと思います。結構ね年季のかかった橋ですね。青い橋、はい、三日月、ね、足盛川、1986年3月まあでももともとあったんでしょうね。でそこから改修工事しての橋ということなんですかね。ちょっと街並み巡りで行きます。はい、というわけで今年は、まあ、こんな感じでね中止になってます。もともとはいろんなこのね一帯でひな巡りあったんですけども、今日は今年やってないということで残念ながらなんですけども。でこれがまあ、ひな巡りないまあ、絵でね足盛り歴史紹介どころ、よかった紹介どころ書いてますねこのね豊臣秀吉ですかねの奥さんですかね、ねねのその実兄がこの足盛りを収めたということですね。もう歴史が長いんですね。はい、まあ、今年はねひな祭りやってないんですけども、こうやってね絵でちょっと忍ぶような森の駐車場、はい、ここに実際まあ観光駐車場、普通はここに停めるんですよね。結構広いですね。広いですけどお食事どころは持ってませんということで、足盛散策マップがあります。で現在地がこちらになってるんですけど、まあなんかその侍屋敷もう一番大きいのかな、まあなんか、まあ、この辺ですね。この辺が、入館無料。こんにちは。全然写真とか撮っても大丈夫。ああ、こっちから。わかりました。すみません、ありがとうございます。よし。おお。足盛お水園ね、こんな感じということですか。はい、秀吉ね、あるんですけども、
なんかせせらぎのね音がしますけど、まあね、これ岡山市なんですね。岡山市の足盛っていう、はい、まあなんかね、ここにこの足盛藩の建物があったんですよね。でもまあ明治維新の関係でその廃止されたみたいな感じ書いてますけど、まあ、そこからの学校とかその文教施設の場として利用されてるということで、実際にこの裏もね小学校あったりということですけど、一般車両通行不可、こちら行ってみましょうかね。昔ながらの建物が残ってます。起源の聖地ということです、はい、ね、立派な建物、歴史を感じますね。これもうずっと昔からあったってことですよね。ここだけがまだ残ってて他はもうなくなっちゃってるっていう。なんか後楽園みたいな感じですね。茶どころねね、やってんのかな。先生、やってますかね。4時までです。はい、4時まで。なんかね、やってるお店あったらいいんですけどね。なかなかやっぱり難しいかな。お、ひな人形やってますね。ひっそりと。まあ、普通ね、この辺とかもね、なんか並ぶんですよね。おっと、こっちちょっと気になりますね。というわけで、写真。こんな感じでね、その、なんだろう、この足盛が栄えた。栄え続けている理由がやっぱこういう、ね、昔ながらのこういう商店というか蔵みたいなねあって、まあ、今に至ると、はい、ちょっと雨降ってきました。雨降ってきましたね。雨の予定じゃなかったんですけど、スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。タイムリミットも変えてます。もう4時過ぎたらやってるお店ね少なくなってくるんで、ちょっと寄れるところ今やってんのかな。おひなさんですよね、飾ってました。はい、あ、でもねありますね、ここいろんなねおひな様が
はい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 。というわけですもんね。ここはもう中心となる場所ですもんね。ほう。あ、中にひな人形が。もうこれね。注文しないといけないですね。ちょっと軽く、すいません、 やってますかね。あ、すいません。はい、明日ひな人形ちょっとすごいのがあるんで撮ろうかなと思います。で、今日はこちらですね。立派なひな人形が、すっごい、いやー、はい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 、これめちゃめちゃ古い。ほう、ありがとうございます。はい、どうぞ。というわけで、若者がこちらがおすすめということで、カツ定食。皆様と一緒に食べれるご飯屋さん。はい、というわけで今日もね、ぶらり旅これで終わろうかなと思います。いやーね、なんか行き当たりばったりですけどね、まあお雛様見れないと思ったんですけど、まあ見ることができたということで、足盛プラザさんの中で飾ってるということなんですけども、まあ毎年毎シーズンね、なんかいろんなねディスプレイを並べてるということで、まあひな人形の時だからっていうわけじゃなくてっていうことで、まあ他はねやってないみたいですけど、まあいつも通り通常通りの形でやってるということで、まあ皆さんもねぜひタイミングで行ってみてください。3月までやってるということなんで、3月いっぱいですね。はい、まあでも4時過ぎたらやってないところ多いんで、お昼ぐらいに行けたら一番いいかなと思います。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。